はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、メルペイを2ヶ月使ってみて感じたメリットやデメリット、後払いやキャンペーンなどということで、今回はですね、僕がメルペイを2ヶ月ほど使ってみて感じた実際のこのメリットやデメリットをお伝えしていきたいと思います。多分ですね、これはメルペイを使っている方、それぞれ感じていることはバラバラだと思いますので、これはもう僕の独り言だと思ってお聞きください。それでは早速なんですけども、デメリットからお伝えしていこうと思うんですが、まずデメリットその1っていうのは対応している銀行口座が少ないということですね。まあざっと見る限り、やっぱりゆうちょですとか、住信 SBI ネット銀行ですとか、楽天銀行などのネット銀行が対応してないということと、あと地方の銀行も結構少ないなという印象がありますね。けどまあ最近では徐々に使えてる銀行も増えてきてるので、まだこれからだなという印象もあります。次にその2、まあ、使える場所がかなり制限されるということで、現在僕は iPhone XS を使用しているので、ID 決済が対応しているので、特に不便はないんですけども、ID 機能に対応してない端末に関しては、ちょっと優しくないなというイメージがありますね。まあ、メルペイが対応しているお店もちょっと少ないかなというふうに思います。で、デメリットその3、まあ先ほどのデメリットその2に関連するんですけども、メルペイの対応しているお店がかなり見つけにくいという印象があります。一応 ID 対応のお店であれば、ID の公式ページで確認はできるんですけども、もうかなり使いにくいんですよね。なのでできればメルペイの中にというよりはメルカリのアプリの中にマップを組み込んでもらえると助かるなという印象もあります。でデメリットその4、後払いのシステムはちょっと謎ということですね。まあこれに関しては以前あの動画でもお伝えしますので、下の概要欄からぜひチェックしてみてください。でここからメリットについてお伝えしていこうと思うんですけども、メリットその1っていうのはキャンペーンやクーポンがとにかくぶっ飛んでいるということですね。これはいい意味で言ってます。でということでご存知の通りですね、唐揚げくんが16円で購入できたりとか、キャンペーンの還元率が 50% から 70% で開催されているということで、まあ初めて使う人はもちろん現在使っているユーザーからしてもかなりワクワクするキャンペーンというのが多いんですよね。なので毎回そのキャンペーンやクーポンが発表されるために僕はすごいワクワクしています。メリットその2、先ほどのキャンペーンに関連はするんですけども、キャンペーンの還元の反映がめちゃめちゃ早いということなんですよね。これまで 50% から 70% の還元っていうのが2回ほど行われてたんですけども、だいたい24時間以内に反映されるので、使うユーザーからしたらめちゃめちゃ嬉しいんですよね。まあ他社の場合だとだいたい1ヶ月後とかに反映されることが多いんですけども、ここまで早いとかなり助かりますよね。でメリットその3、メルカリの売上金がそのまま使えるということで、これはもう普段メルカリを愛用されている方であればかなり使えるのではないのかなというふうに思います。まあ普段ですね、メルカリの売上金を出金申請かけるたびに手数料がかかったりですとか、振り込みまで時間がかかったりするんですけども、それを気にせず売上金をそのままお買い物で使えるという、すごい物とお金の循環がめちゃめちゃできてるんですよね。なのでこの概念はメルペイならではかなというふうに思いました。ということで、以上が僕が2ヶ月メルペイを使って感じたメリットやデメリットです。もしこの動画を見てる視聴者さんで、これは良かった悪かったんだろう、感じたこと意見があれば下のコメント欄などで書いていただければと思います。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。